もスリカスイミングのスリカです。本日の動画は個人メドレーの泳ぎ方、疲れない泳ぎ方をご紹介していきます。それでは行きましょう。6月29日土曜日11時から12時であなたの泳ぎ撮影しますのレッスンを行います。一度自分の泳ぎを見てみたい方はぜひ概要欄からチェックをしてみてください。ではまず最初がバタフライですね。まあ、バタフライは一番疲れますよね。それが一番最初に来ていることが何よりの救いと言いますか、まあ、救いじゃないのかもしれないんですけど、まあ、私スタイル1専門種目がずっとバタフライでやってきてたので、そういう人から言うと一番最初に来るバタフライはあんまり頑張らなかったです。スタイル1だからこそ頑張らなくてもある程度早く進めるっていうのもあるので、あえて力抜いてリラックスして泳いでいました。で、まあ、そうじゃない方、一番出だしのバタフライ結構苦手な方もいると思うので難しい扱いにはなると思いますが、でもやっぱり一番最初だから基本的には頑張りすぎないようにするのがベストだと思います。あとこれも結構ほとんどの方に言えるんですけど、頑張っても頑張らなくても実はタイムってあんまり変わらないんですよね。まあ、もちろんすっごい疲れた時はそれなりにタイムは変わってきてしまうんですけど、一番最初まだ体力が有り余ってる時の頑張るタイムってそんなに頑張ってない時と変わらないので、答えとしてはあんまり頑張らないでバタフライをやってみてください。続いてが背泳ぎですね。まあこれはどう捉えるかな。私は背泳ぎが一番好きじゃない種目なんですけど、好きじゃなくてもタイム的にはそんなに悪くはなかったんですよね。だから私の中では背泳ぎは休憩でした。こう考えてる方は結構いるんじゃないかな。やっぱり息しやすい体勢ですし、呼吸を整えられる唯一の種目で、これからまだ後半戦が待ってるっていうことなので、まあ、休憩っぽくしていいんじゃないかな。で、逆に背泳ぎがスタイル1の方は、まあ、ここで力入れてもありだし、ただここで力入れると後半戦がね、クロールも待ってるし、持たないので、まあ、割合としては6割、7割ぐらいのパワーで泳ぐのがちょうどいいんじゃないかなと思います。それぐらいで泳いで呼吸を整えて後半戦挑むようにしていきましょう。続いて3つ目がヒラですね。ここから後半戦入ってきます。ヒラは私は4泳法の中で一番辛い泳法だと思ってて、もちろんバタフライって豪快だし体力消費はすごいんですけど、ヒラ泳ぎほど繊細で体力使う泳ぎはないと思ってます。どれぐらい伸びたらいいのかとか、どれぐらいのテンポで泳げばいいのかって本当に人それぞれ違うし、フォームも全然違うし難しいですよね。でかつ後半戦背泳ぎでちょっとエネルギー回復して、こっからじゃあちょっと上げていかないとなっていうところが平泳ぎなので、気持ちとしてはクロールに向けての気持ちの上げる前兆みたいな感じかな。パワーとしては私はもう8、9割ぐらいを使いますね、平泳ぎに。ここでのんびりしてたら
クロールでものんびりしちゃうし、のんびりする種目は一種目でいいと思うんですよね。背泳ぎか平泳ぎどっちかで休憩すればいいと思います。そして最後はクロールですね。もうこれは出し切りましょう。ただもうそれだけ、何も気にしなくていい。フォームが汚いとか呼吸が苦しいとかもう気にしない。できるのであれば 100m 個人メドレーだったらもうノーブレで行っちゃうぐらいの勢いでいいと思います。まあ、200だとねもうちょっと細かなペース配分とか必要にはなってくるとは思いますが、とりあえず100だったら出し切りましょう。で200とかそれ以上だったらやっぱクロールの中でも何メートルまでは頑張るとか分割していかないといけないので、それはご自身の中で決めてください。でもやっぱ一番最後はちゃんと上げられるように準備をした方がいいです。例えば200だったらクロール50、前半で 100% の体力を出す、後半で 120% で出し切るとか。もう結局みんな辛いんですよ。クロール最後辛くて泳げないです、それはもうみんな一緒。そこの辛い時にどれだけ出し切れるかで、どれだけがむしゃらになれるかっていうのが個人メドレーのクロールだと私は思ってるので、もう何も気にせず出し切ってください。はい、の方が悔いないと思います。それで悔いがあるんだったら他の種目ももう全部全力でやんなきゃいけないけど、そうするとねやっぱり持たないので最後のクロールで。だからある程度強弱はつけて個人メドレーは泳ぐべきだと思います。得意不得意で使い分けて泳いでみてください。ということで以上が私なりの個人メドレーの泳ぎ方でした。 100m でも 200m でもぜひ使ってやってみてください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。